クイズってこう頑張ったらこれに入るんじゃないですか。こう詰めて詰めて、苦しい苦しい、入った、入った。はい、お疲れ様でございます。今回はね、攻殻機動隊に出てくるこの立ちこまをね、ちょっといただきましたので紹介していきたいなというふうに思います。トコトコ立ちこま、これね、電池入れたらね、動くらしいんですけど、モーターですか？モーターがなんかね、もうへたってて動かないんで、修理するところからですね、これちょっと分解しましょうか。株式会社メガハウス、ボタン電池交換の際は、LR442 個プラスマイナス間違えないようにしてくださいと。そして今回は、こちら、電池を購入しました。LR44 ですね。これ10個買いました。それではちょっと分解しておきましょうか。まず電池入れ替えて、動いたらもう修理しなくていいんですけど、ただの電池がなくなっただけ。そしてね、これクオリティがめちゃくちゃ高いんです。ほこりついてる。これ本編アニメ知らん人わからないかもしれないですけど、これめちゃくちゃクオリティが高いんですよ。そしてここを見てください。マデインチナ、映ってます、映ってます、ピントが合わない、マデインチナ。それでは早速ね、電池を入れていきましょうか。これ後ろからパチパチ出すタイプ。なんかこういうお菓子ありませんでした？チョコレート、マーブルチョコレートですかね。プラスマイナスを逆ったら壊れます。どこに書いてるんですかこれ。分かりにくいな。ちょっと待って、説明書見ましょう。さあ、こう向きですね。ということはこの向きですね。こう入れて、そしてスイッチが、これスイッチどこですかね。手かな？あれ、ちょっと待って。どこや？オンオフ。オンオフはどこ動かすんですかこれ。これがスイッチみたいですけどね、ちょっとやっぱり動かないですね。分解していきましょうか。ここを2箇所外したら電池のところが出るはずですかね。あ、やばい、かじりそうや。待ってください。あ、かじりそうや。慎重に行こう。ネジがめちゃくちゃ硬い。若干かじったな。でもなんとか取れました。あ、モーターが入ってる。このモーターが多分ね、回らないんですよ。はい、分解しましたところね、このめちゃくちゃ小さいモーターが入ってましたけど、どうも接触ですよね。ここの、多分この下の電池ですよね。この接触が悪くて、モーターが回ったり回らなかったりしてますね。そしてここにスイッチがついてますと。ハンダ付けし直しましょうか。いや、ここは大丈夫そうやな。はい、ここ電池の接触が悪いなと思ってたんですけどね、どうやらスイッチの方が悪かったみたいですね。スイッチの方を1回外してハンダ付けし直してます。モーターも1回全部外しました。あと、リードの線が全体的に長くてね、ちょっとカットしました。これをハンダ付けした人はね、ちょっと素人かなと思ってます。ウプ主がこんなもん販売せえへんわ。よし、いけてますよね。それではちょっと組み立てていきましょうか。あれ、なんか方向がおかしになってる。あとはネジを締めて動作確認しましょうか。蓋をせずにね、動くかどうか、これ試していきましょうか。動かんのかい。あ、なんかちょっと動いたような音が。動かへんのかい。閉めたと、あ、動いてる。ギアが、グリス塗らんとあかんのかな。ちょっとだけ動くな。動いてる。いいけど、治った。立ちこまが動いてる。完成しましたよ。修理に成功しました。成功したっていうことはもうこのチャンネルで大失敗ですよね。動いてる。どこ行くの。
ちょっと締める前にねグリス塗ったらよかったですね。多分ギアのところにグリスを塗ったらもうちょっとスムーズに動くかなと思ってます。あ、苦しい苦しい。あ、もうパワーがないわ。動いてるのは動いてるんですけど、ここのギアがスムーズに動いてないな。あ、もう動かんようになった。もう電池なくなった。ここで終わりましょうか。あ、動いた。今回は成功したっていうことはこのチャンネルで失敗ですよ。いけましたよ。なんかギアが空回りしてるような気がするな。あ、溝にはまりよった。溝にはまりよっただよ。たまにここの床の溝にはまるよ。今回は以上で終わりましょうか。立ちこまの修理動画でした。ちょいちょい床の溝にはまるようだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。待ってくれ。